少し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1、第14節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ホームで敵を迎え撃ちます。試合開始の笛です。流れを止めた。おっと、足がかかった。これはイエローカード。気をつけてプレーしないといけません。キックミスでしょう。危険なタックル。キーパーは壁の枚数を指示しています。15分経過。誰に合わせるのか。これはゴールキック。吹かしてしまった。シュート。キックミスでしょう。スペースができている。これはミスキック。ボールを外へ出す。さあここからどう攻める。スローイン。出た。いいボールですよ。ナイスファイト。
ボールを持たせています。大きくクリアしました。スローイン、中に絞ってきた。ヘッドでつないで、これは危ない。センタリング、合わせた、出た、シュート、横にそれてしまった。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦が始まります。果敢にスライディング、いっけいっけ、ドリブル、ヘッドで、後半5分経過、速攻、タッチできない。ヘッド、オフサイドはない。さあここからどう攻める。流れを止めた。コーナーです。さあチャンス到来。ゴール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 アンビリバブルゴール追加点。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。走り込んできた。華麗なパスワーク。タッチラインへ逃れた。これは気をつけないと。
エリアに虹をかけます。これはゴールキック、大きくそれました。気をつけなければいけません。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ファーサイドに上げた、キラーパスになるのか、オフサイドフラッグが上がる、選手交代。後半25分経過、ドッグドッグシュート、これはゴールキック、あ失敗、がっくし、ほほほ。さあここからどう攻める、ディフェンダーに当たった、ここから狙う、キックミスでしょう。オフサイドはない。さあここからどう攻める。これはコーナーキック。さあチャンス到来。スローインです。スローイン。前が空いた。主審ファールを取りました。イエロー覚悟のプレーでしょうか。少しレイトタックルでしたね。ここはキーパーがキャッチ、打ってきた、おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。接戦をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。